どうも、ホームカンパニーです。持ちタックです。おかしでーす。ガブリコでーす。はい。で、久しぶりのオールガイズ。はい。やっていきましょう。やるけーやー。はい。ステージが増えてるんですよね。確か、前やった時より。めちゃくちゃ増えてるはず。なるほど。それに当たるように祈りつつ。そうやな。じゃあ、クリアできるかいだよな。それな。いや、それな。誰このキノコ？俺。ただに悪そうな。キノコ。ああいうキノコの方が案外美味しいっていうのはあるから。ああ。でもうまいキノコって猛毒やったりするよ。そうそうそう。なんかベニティングだけとかもめっちゃ見えるとか言うもん。ああ、ええ。あれ本当にうまいらしいよね。うん。それが食ったりしないっていう。うん。はは。どういうことやねん。スピードスライダー。ここ初めてやない？初めて。全く見たことない。ねえ。こんなん。まあね、任してよ。普段から滑ってる俺にとっては。うわ、希少ステージやこれ。あ、滑り損なった。なんかこれ全然スピード。これダイブしてあれだ、滑るんだ。あ、マジ下げちゃった。あれ戻る。あ、待って、戻る戻る戻る。おおおお、あ、戻される。よっ、お、加速装置がある。ああ、加速したら落ちてった。おお。さすがスキープレイヤーって予想したら落ちてった。ああ、なるほどね。あのカーブで落ちるのか。そう。余裕でしたー。マジ？早いな。カーブで落ちたって。あと3、5人。マジ？やばい。あと1人。あ、落ちちゃう。おお、入っとる。ああ、じじ。誰か落ちたやついる？いないんじゃない？俺ら3人で、ね、やってるから、まあ、落ちるやついねえって、そんな。いやいや、これそソロなんだよな。いいこれ卵の。これも初めてじゃない？あ、違うか、うん、いや、初めては初めて。っぽいよね、初めてだね。うん。あー、でもトイストーリーっぽくなってんのかな。あ、コラボが来てるもんね。うん。あ、おもちゃって感じするね。確かに。だけど、トイストーリーでこんなんでしたっけ？トイストーリー、まあでも、あ、おもちゃって意味。とかの、うん。よし。頑張ろう。邪魔なんです。あれ？よし。と、まずは右から攻めるか。ああ、いいね。よしよしよし。ああ、いきなりやねえかよ。あー、ちょっと下手か。なんだ今の。ちゃっかり穴打てんじゃねえかよ。今んとこ1、今んとこ1。お、これも今飛ぶところ。あ、飛んだ。そう、俺の画面だ。全然俺の画面だ。右から行こうじゃん。お、今んとこ1なんだ。え、全然いけないじゃん。ああ、ちょっと下手だな、今日の。全然飛ばねえじゃん、これ。あっさん下手だな。誰だ、いねえやつ。あ、キノコがキノコに飛ばされてるって。ああ、落ちた、落ちた、落ちた。ここか、真ん中置けばいいか。現在1人ゴール、残り、あ、2人ゴール、3人ゴール。さあ、いけるのか、いけないのかい、どっちなんだい。いけるのかい、落ちるのかい。危ない。さあ、5人、あと14人でございます。あ、落ちていく。あ、落ちていく、あと12人。いけるのか。
お、ここでキノコガルネコゴール。昔は無理だな。昔はいやまだワンチャンはある。ちょっとこれセーブ入るから。あと7人。さあスキーのストックを持っていけるか。持ってるとおりだ。よいしょ。おいえ。おお。あまあこんなもんだよな。もっと揃いはなさすがに。揃いはちょっと退屈だなこんな。何もしなくてもゴールしちゃう。退屈だなっていうのは完全にダブルミーニングですよ。結構残ってんの。まあまあまあ。からですかね。これってさ、俺らってなんか1位のところあったんだっけ誰か。あるあるある。1位1回取ったんだっけ。そうそうそうあるよ。俺はある。カルティが、カルティもある。俺は決勝で毎回死んでる。俺、じゃあ俺もある。昔やってるとこ見たことない。いや、俺もある。そうそう。ああ、今回な。今回な。大体ここでみんな死ぬんだよな、生きてる人。ほら、まず一発。そして。で、はい。からの。はい。はい。あ、押した。あら。あ。ギリギリだ。終わった。生き残った。お、最後の希望かかし。任せろ。今回はもう金しかもう優勝しか見てない。あと、新しいステージ見なきゃいけないんでしょ？そうだよ。何個あるか知らんけど。うん。だからね、そこに当たるためにも。ちょっと負けてる場合じゃないんですけど。しないこれ。いや、さっきと違うっぽいけどね。名前が違う。タイトルが違うね。あ、タイトル違うのか。うん、画面、画像準備できなかったんだろうな。ごめん、俺、配信画面映ってない。おわ、かっぱ。まあ、でもまだ早いね。今から。こういう場合に。いけた。わあマジか。成績悪いですこれ。お、いや、いける。いいよ。わあ冷静に回避。あ。あ、待って、おい。冷静しなかった。結構対処からやな。焦らされましたね。やられたわ。ここで。あ、7人という狭い道のり。あー、待って。あー。これ嫌だな。まだ誰もゴールしていない。おお前。あ、ファー。自ら落ちていく。これきっちいな。いや、昨日。行った行った。出るのか。出るのか。危ない。出るのか。行った。以上。あ、一人ゴール。一人ゴールか。二人ゴール。はいぞ。先には今のところ5人ぐらい見れるとちょうど。はじかれる。うそ。はいぞ。あと二人。やばいぞ。前には。うわ、最悪踏んじゃった。うわ、もう間に合わないじゃん、これ。一か八か、こっちから。真上に飛んだ。こっちだ。出るのか。ファーク。決勝までも行かなかったね。これ。まあほぼ決勝だもんね。準決勝ぐらいか。準決勝だな。多分。終了だ。終了だ。終了。ここまでなんだよ俺ら。一回目で諦めすぎでは。待てよ、俺戻れなかったって。俺戻れなかった。あ、お化け。10月やからね。そう、ハロウィンですからね。俺ちょっとまだ若干早めのスキーだけど。だいぶ早いよ。だいぶ早い。てか、一年中スキーだったよ。
にむずいよな、このゲーム。あ、なんか昔よりステージが難しくなったよね。だいぶ難しくなってる。ああ。前はシンプルだったから、結構決勝までいけたけど、今普通にゲームが難しい。確かに。ゴールやったんですけど。いやー、ここはやったことあるか？あるな。ここは。似たようなのは、いや、一回だけあるけど、ね。なんか似たようなのやったけど、やっぱやったこの間。ピンボールあったっけ？ねえ、なんか微妙にやったことあるよな、どっちか。おー、無重力パーティー。ちょっとどうやってやってますね。お、つかめんのか、かけ。わあ、落ちた。ホールガイドで鍛えた俺のキャラコン。うん、ほんまに？いや、ほんまにバカなんだよ。あ、はじかれてますわ。あ、待って、全然違うと やってる方向。穴の中入ろう。あ、大砲。なんかダメだった。なるほどね。ああ、落ちた。なるほどね。あ、待って、これマジでこの無重力空間やばい。俺。うん。さあ、わ、あ、よかった。あ、ピンボール、クソだ。あ、これあれか。中も真ん中。あ、うん、そういうこと。真ん中入らないとダメだったらしい。うん、もういけた。お。お。これは横の力で。これピンボールどうやっていくんだ。どっから行くんだこれ。ってことか。お。オッケー。オッケー。オッケー。あれ。危ねー。落ちてるやつ。おる。ギリギリやったマジで。なんか隙間が来たやつが追い出されてた気がするけど。ああ、なんか似たようなついたよね。あ、かかしって書いてあったらなんや。ああ、まあ名前もまあ同姓同名とかね、自分に似たような人って世の中に3人いるって言うしな。あったら死んだらしいけど。なんか、あ、やべ、固まった？死んでくるか。あれの、永遠と次のゲームはなんだけど。ああ、まだですね。あ、よかった。あ、これ初めてだ。ブルティルト。いやー、難しそう。難しそう。まあ、ホールガイズで鍛えた俺のキャラコンがあれば。キングボールフラットで。ホールガイズやってホールフラットで鍛えたって言われてるの。今、ホールフラットで鍛えた俺のキャラコンがあれば。いいの、あれば。あ、余裕ですよ、こんなゲーム。あっちの方が難しいですからね。もういけた。お。ああ、どんどんなんかめんどくさくなってこうな。実戦音でもちさん早いねんけど、うん、めっちゃ進んでるの。うん、ヒューマンホールフラットで鍛えた俺のこと技術力。あっ、ただヒューマンホールフラットの宣伝動画じゃん今。うん、ヒューマンホールフラットをやればあなたも上手くなる。本当にホールガイズで
1位を取れない方々に向けての解説動画です。あんま喋らせないでもらっていいですか。あ、勝手に喋んなよ。あ、余裕でしたわ。ダメ、抜かされた、まあ、いつの間にか。2回、もう喋ってる。もう喋るとダメなんだよ、なんかやっぱ。あんなヒューマンフォールフラットばっかり言ってるから。でも落ちないかも。おお、いけ、え、なんかそんな機能あん、あと2人。横からいけた。いけるか。シュー、おお。まあ余裕っすよ。最後の一人やったけど。まあ、ヒューマンフォールフラットやっていけば、最後の一人にもなれる。あのね、ちょっと、フォールガイズ解説動画な、次な、じゃあ。うん、あの、こっちとしては、またヒューマンフォールフラットを全部クリアしましょうな。そうだね。読めない。なんだろう。クリフトップキャッパー。ナビゲートザオブザグレース。フィニッシュライン。インドレース。なるほどね。なるほどね。レースすればよけやね。そうだね、うん。フィニッシュだからね。最後までいけんじゃね。うん。邪魔なものをよけてゴールよ。まああとメダル取れっていうね。一度なもん。みんな足早くね。俺足遅いね。それはやっぱり生まれ持ったもんだから、しょうがない。ああ。最低な言葉だな。小学生が悲しむ。やだな、その先生いたら。どうやったら足早く、ね、早くなれるのっつったら、生まれ持ったものだからって言われて、全てを諦めさせられる。すごいよな、人間には才能というのがあってなって限界があってなって努力で何もどうにもならないんだよつあ落ちた、しまいにはお前んちの家系図からしたら多分お前昔農民だったよなとかって言われる最悪やん。でそんなこと言うやつ元貴族やん。じゃあ邪魔キノコ、邪魔キノコ、邪魔ハロウィン気分が痛い。今のところ全段命中してる。キノコを巡らせるオート危ねえの。これ特典のプレイヤーだけパッと観戦できる方にしてほしいよな。確かに、ね、なかったっけそれ。あんの？なんかクリックかなんかでなかったっけ。いやそのクリックであのカチカチできるけど。ああ二人だけ選ぶとか。あ、そうパーティーメンバーの人。もしさん早っ。めっちゃ行ってるじゃないですか。ああ、もう滑るだけじゃん、最後。クリアしんの。まあ、余裕っすかね。ヒューマンフォールフラットをやった俺は。言うてなかった。お前、ヒューマンフォールフラットだけやってるよ。なんだって、あのゲームを全てクリアしたからな。あのゲーム、実は、全クリアした人 0.5% しかいってない。俺らじゃあ優秀じゃん。そうなの？あの最後の方の、実績か。うん。あれ見たら 0.5% ってなってた。そうなんだ。うん。手で。まあ、アップデートまで来てやるかってなるという人がどれだけいるかってことか。そう、それはそう。待って、よりによって俺が一番嫌いなステージ来たって。あっ、お前。雑魚すぎやん。一番苦手なんだってこのステージ。わお、終わった。あ、残った。まあ。歩いてるだけで勝てました。アルさんに花を持たせるためにね。死んだわけだから。お、何人だ。ここから決勝か。か準決がね。いや、何人だ。次が多分決勝じゃない。あ、決勝だ。決勝ステージだ。あ、これか。見してくれ。よし、本気出すか。スペースで掴むし、太り掴む。わかんないっす。
毎回あそこで掴めずに俺を敗退してるからわからない。どうやって掴むのかを俺は知らない。理解した。あれじゃない、あのダイビングキャッチだよ、あれは。あ、そうそう、ダイビングキャッチ。あ、キノコ選手突っ込んでいく。真ん中を走ります。この青いのは生贄に、生贄になるのはどっちだ。キノコだった。ああ。長いぞ。うん、いけるのか。あーあーあああ。もう遊ばれている。あ、遊ばれている。さあ、高速で回転するさあ、ここでラウンドオーバー。論外やんけ。これは論外でした。おお、こいつエオルゼアの守護者持ってるって。FF 大きいやってるって。エオルゼアは強いわな。強いんだ。大きいやってるわ。まあ、こんなもんか。まあ、余裕でしたね。余裕でした。気持ちでは俺も決勝にいたから。ああ。なんなら敗北を知りたいまで。チャンネル登録といいね、お願いします。今ならチャンネル登録、高評価 100%! 次回の動画もお楽しみに。おすすめ動画もチェックしてね。ほな、バイビー。